8x イコール1を解け。まずは 8x は 4x プラス 4x 移行して、マイナス1イコール0だから x かけ2の2乗足す 2x かけ2引く1イコール0。この2を y というふうに置いてあげると、ここは y2 乗だから y についての二次方程式を解いてあげる。解の公式使うと y イコール 2x 分のマイナス 2x プラスマイナスルート a4x2 乗プラス 4x 分母分子 2x 割ってあげると、マイナス1プラスマイナスルート、ルートの中は 4x2 乗割るから1プラス x 分の1で、 y は2なわけだから正よって、マイナス1プラスルート1プラス x 分の1の方が選ばれてイコール2よって、ルート1プラス x 分の1イコール3、二乗して1プラス x 分の1が9、x 分の1が移行して8よって答え、ひっくり返して x イコール8分の1というふうになる。以上。